フローイングヘアダラーはアメリカ合衆国連邦政府によって発行されたアメリカの最初の1ドル硬貨であり1794年と1795年に鋳造されたフローイングヘアダラーの大きさと重さは当時南北アメリカでよく取引に使われたスペインドルに基づいて作られた1791年にアレクサンダー・ハミルトンによって行われた研究に 続いて、アメリカ議会は、造幣局の設立を求める共同決議を可決した。同年、ジョージ・ワシントン大統領は3回目の一般教書演説で議会に造幣局を作るよう、催促し、それは1792年の貨幣法によって公的に認可されたが、議員課と金貨は1794年まで、鋳造されなかった。ロバート・スコットによってデザインされた。 フローイングヘアダラーは1794に発行され、1795年に再発行された。1795年10月に1ドル硬貨はドレープとバストダラーにデザインが変更された。1794年に鋳造された硬貨の見本が2013年1月24日にせに16,867ドルで売られた。 これは一枚の効果についた値として過去最高のものである。アメリカ合衆国財務省長官であったアレクサンダー・ハミルトンはアメリカ合衆国造兵局の設立に先立ってアメリカの貨幣制度に関する報告書をまとめた。1780年代から数人の著名なアメリカ人がアメリカ合衆国の公式通貨を鋳造する造兵局を作るように提案してきたが、 その提案は実現されなかった。その主な理由として、資本金が足りなかったことや、州で硬貨を鋳造した方が良いと考える個人や、団体があったことが挙げられる。アメリカ全州共通の硬貨は発行されていなかったため、国内で作られた硬貨や、代用硬貨、スペインドルや、ピースオブエイトといわれる、スペインの鉢である銀貨などの海外の硬貨や、 代用効果といった多様な効果で十分であった。1789年に議会に効果を鋳造するにあたり、その効果と海外の効果の価値を調節し、貨幣の重さと大きさの基準を決める権限を与えたアメリカ合衆国憲法が批准され、効力を持った。翌年の1790年にはアメリカ議会はアメリカの金融システムと 貨幣中造の状態について審議し始めた。1791年1月28日にアメリカ合衆国財務長官のアレクサンダー・ハミルトンは彼自身が行った通貨制度について、またアメリカの合衆国造兵局を設置する可能性についての研究の成果の詳細に関する報告書を議会に提出した。ハミルトンは研究の一環として、 アメリカの貨幣システムの大部分を担うであろう、スペインドル効果の金属としての性能を調査した。その結果に基づいてハミルトンは、アメリカドルは研究で調べられたレアル効果と同じだけの銀を含有する効果にするよう提案した。ハミルトンの提案としては、アメリカドルの重さを416グレーンとし、371.25グレーンの銀と銅を含有させるものであった。 ハミルトンの報告の後、1791年3月3日に議会は連邦効果を認可した共同決議を可決した。その決議は効果の詳細も重当金も定められていなかった。ジョージ・ワシントン大統領は後に一般教書演説として知られるようになる、1791年10月25日に、 フィラデルフィアで行われた議会の3年目の演説で議員に可決された決議をすぐに効力を持たせるように急がせた。フィラデルフィア造兵局1792年に設立され、1793年2月に最初の効果を鋳造した。現在流通している通貨の不具合と貧しい階層のものにとって特別に厳しい小銭の不足によってすでに提起された。 造兵局を作ることに関する決議をすぐ有効にする必要がある。効果作成のための専門家と装置を獲得するための決議についでに措置は取られている。その演説に応じてアメリカ合衆国上院はロバート・モリスを議長とする委員会に連邦の造兵局と効果を公式に作るために必要な効果の詳細と法律を起草することを約束した。委員会は 議会が始まる前の1791年12月21日に法案を提出し、その法案にはアメリカの貨幣システムの基礎を担う新しい1ドル硬貨はハミルトンが提案したように461グレーンの重さで371グレーンの銀を含むべきだという記述を含んでいた。新しい1ドル硬貨は1664分の1485の銀を含む ドートの合金であり、スペインドルと同じだけの銀が含まれるよう鋳造された。しかし、ハミルトンの研究は誤差があり、スペインドルは72中65の割合の銀と、ドートの合金であった。アメリカドル銀貨の元となった、スペインドル硬貨、モリスの法案には、造幣局が作ったすべての硬貨の表面に、ワシントン大統領が描かれるという条項があった。 議論の末その法案は上院で可決されたが、アメリカ合衆国会員では自由の女神を偶意的に表す像をかたどったデザインがふさわしいとされた。最新議のため上院にその法案が行ったとき、上院はワシントン大統領を表面に描く案をまた主張したが、会員は2回目の拒否をした。その後上院は効果の表面のデザインを自由の女神にすることで一致し、 法令が成立した。この法令は1792年の貨幣法と言われ1792年4月2日にワシントン大統領が認め効力を持った。その貨幣法はアメリカ合衆国造兵局を作るためや適切な施設を作るための資金と公務員と職員の給料を払うために充てるお金を供給するために作られた。法令によって決められた金額は 一、二セント、一セント、一、二ダイム、一ダイム、一、四ドル、一、二ドル、一ドル、一、四イーグル、一、二イーグル、一イーグルである。1792年7月31日に、フィラデルフィアの造幣局組織が、造幣局の新しく任命された局長である、デイビッド・リッテンハウスによって建てられた。1792年には、 機械と職員が揃い、1793年2月に、セント効果から作られ始めた。造幣局が作られて、最初の年は、将来の貨幣の資金者が公的に1万ドルの保証ができないと思われたので、銅の効果だけが鋳造された。1792年の貨幣法には、鋳造の最高責任者と貨幣の資金者は、アメリカ合衆国に責任を負い、 財務省長官への賠償に対する一つまたは複数の保証を合計1万ドル分しなければならない。と記されている。1792年の後半にアメリカ合衆国国務長官のトーマス・ジェファーソンは保証金を減らすように議会に訴えた。結果、1794年3月3日に議会は保証金を中造の最高責任者には5000ドル。 貨幣の資金者には1000ドルに減らした。フローイングヘアダラーの異型円に彫られた星以外は銅で鋳造された。1794年の初めに彫刻師のロバート・スコットはドル銀貨のデザインを作り始めた。スコットの作った初期のデザインは表面に自由の女神の半身像、裏面には死をかたどったもので、どちらも1792年の貨幣法によって、 定められたものである。スコットのデザインは、セント効果のデザインに似ていたが、フリジア棒を描かなかった。後に、政府はスコットに、わしの周りにリースを描き、額面を、里面の端に掘るように命じた。スコットは、その命令に応じて、新しいドル銀貨の大まかな原型を掘った。ドル銀貨は、アメリカ最大の効果であったため外国から精査されると考え、 学面を掘るときには最新の注意が払われた。学面の文字は数々の本や新聞の印刷をしたことがあるフレデリック・ガイガーが担当した。イ型が完成した後、銅で試作効果が鋳造された。その後、右を向いた自由の女神が書かれている効果の表面の円に、その当時アメリカ合衆国憲法に批准していた州を表す15個の星を加えた。 銀貨の鋳造を始めるにあたって造幣局は、金塊や銀塊の供託者を探し、ある程度の預金が集まった後で、貨幣の資金者のアルビオンコックスは、純度89.2%以上が保証された、銀貨を作るのは難しく、作ったとしても流通しているうちに黒くなってしまうという考えを、立憲ハウスに話した。その代わり90.0%の純度を保証し、 重量は416グレーンのままにするよう進めた。これは1792年の貨幣法に定められた。銀の含有量より多いので、銀会の教託者に過剰請求することになり、貨幣法に反した提案であった。造幣局が効果の純度を上げたことにより、預金者は1%の損をした。最も預金したジョンボーンは、2260ドルの損失をしたと言われている。 議会は何度かの延期の後、1800年に、その保証についての請願を認め、保証することを決めた。効果を鋳造する前に、円の額面の文字と図案を、効果の型につける必要があり、キャスティングマシーンという名で知られている機械で掘られる。その機械を用いて、装飾の周りに、ハンドレットソンワンダラワーユニットという文字を円に掘った。硬貨の型は、不正確に作られてしまったので、 予定していた重さを超えてしまった方が多かった。この不正確さを直すため効果の型の表面を埋める方法を取ったので、その後作られたより精密な装置を使って鋳造された効果に比べて重さの差が大きかった。最初のドル銀貨は1794年10月15日に鋳造された。1794年の効果に使われた銀は、 メリーランド銀行から預金されたフランス製の硬貨の銀が大部分を占めていた。その硬貨の銀は純度が足りていなかったので精錬が不可欠だった。1794年の間、合わせて1758枚の公認銀貨が発行された。そして流通に適していないと思われた硬貨は1795年に溶かされ再発行された。 1758枚の硬貨は、鋳造責任者であるヘンリー・ボイトによって公式に届けられ、その硬貨は公認ではあるものの、ハーフダラーより大きくない硬貨を作るためのスクリュープレスという機械を使って人力で作られた貨幣であった。1794年に作られた公認の硬貨は、リッテンハウスに払われた。硬貨の流通を助けるためリッテンハウスは、 多くの効果を使って造幣局の新しい効果を作り出すためにないかと交換した。余った効果は特別待遇者と造幣局に訪れたうち特別な人に渡された。最初の効果製造が終わった後立ンハウスは効果の方をより強力に押すことができ、より正確に効果を作ることのできる機械を職員が作るまで銀貨の鋳造をやめるように命じた。 ニューハンプシャー新聞は1794年にその銀貨について記事を書いている。造幣局で作られた硬貨にはニューハンプシャーで使われたものもあった。担当記者の一人が昨日硬貨を一枚でに入れてきて編集者の手に入った。その重さはスペインドルと同じであるが使われている金属はより純度が高く見える。全体のデザインは鑑定家の目から見て喜ばしい。 ものだが、彫刻がとても繊細すぎて、耐久性と効果に必要である大胆なデザインが足りない。効果製造の型を押す新しい機械は1795年、初めに完成され、合計3810枚のドル効果が1795年5月6日に発行された。1975年5月8日に鋳造された効果は1794年の日付が記されたものも、 あったかもしれない。多数の1794年、1795年のドル硬貨が中央に8ミリメートルほどの銀の膨らみをつけられた。その理由は重量が不足した銀貨の重さを補正するためと言われている。1794年と1795年に発行された硬貨は16万295枚と見られている。 1795年内に合計すると203,033枚のドル銀貨が鋳造されているが、そのうち何枚がフローイングヘアダラーなのかは正確には分かっていない。その理由は、ドレープトバストダラーが1795年10月にフローイングヘアダラーに続いて発行されたからである。ドレープトバストダラーは、リッテンハウスに次ぐ造幣局長のヘンリード・ソシュールの要請に応じて、 肖像画家のギルバート・スチュアートがデザインを制作した。1794年のドル硬貨はアメリカの硬貨の歴史の中で最も珍しく最も価値のある硬貨として広く考えられている。1880年9月号のザ・コイン・ジャーナルで執筆者が状態の良い1794年の見本のドル硬貨は50ドルの価値が付けられるということを特筆している。 1990年代初めには、古戦学の学者であるジャック・コリンズが、残っている硬貨の数は120枚から130枚の間だと見積もった。最初に鋳造された硬貨のうち特別な保護をされていた硬貨で知られていた中で、最も状態が良かったドル硬貨が、2013年のオークションにおいて硬貨についた値では、 史上最高額となる116,875ドルで売られた。フローイングヘアダラーは PCGS によって特別な状況で鋳造されたことからスペシメン -66 と評価された。エドワード・ハウランド、ロビンソングリーン大佐によって所有されていたその効果はスタックス・バウアーズ・ギャラリーによって2013年1月に公開オークションで落札された。その効果は 以前2010年に合計785万ドルでカーディナルコレクションにエデュケーショナルファウンデーションに売られたことがある。高価の前の所有者であるスティーブン・コントル氏はその高価が国宝であると言ってさらに2003年から売却された2010年までその高価の保管者であったことを誇りに思っていると言った。またその高価を購入した財団の代表であるマーティン・ロジスは 今まで見てきた珍品の中で、ただ一つの最も重要なものであると信じていることを言った。ありがとうございます。